その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。エレン、エレン、エレン、起きて。ミカサ、もう起きないと。いや、なんかすっげー長い夢を見ていた気がするんだけど、なんだったっけ。思い出せねえな。エレン、うん、よだれ、あと遅刻。うわー、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。エレン、早く。行ってきます、母さん。行ってらっしゃい。すいません、そっちに向けてよ。俺がよだれ垂らして寝てたとか言わない。慌ててズボン後ろ前に履いてたなんて。うわ、やめろ。エレン、前を見て走らないと危ない。エレン、悪い、急いでて。うん、私も急いでたから。あ、私の朝ごはん。おいおいおい、お前何食パン食われた私の可愛いクリストとぶつかってフラグ立ててフラグ。怪我はないか、クリスタ。入学式が終わったら結婚してくれ。悪い、これで代わりのもの買ってくれ。だから、じゃあ俺急いでるから。おたたいきやがれ。10円。急がねえと。ああ、私のスイカが。朝からスイカ。悪い、俺急いでるから。誰ともぶつからない。急がねえと。待って、エレン。くそ、学校はまだか。私もエレンとぶつかってフラグを立てたい。大丈夫。ああエレン。エレン、エレン、待って。コケ。
進撃中学校でっけえ。やべ、遅刻だ。待ってエレン、大変。おかしいって何が。なあ、お前何にも気づかねえのかよ。あった、1年4組、あそこだ。なあ、こんな扉どうやって開けたらいいかわかんねえんだけど、それは俺がバカだからじゃねえよ。ちょっと黙っててくれバカ。あれ、おお、誰もいないぞ。なんかおかしくないですか。おかしいって何が。エレン、消しゴム。大丈夫。消しゴムハンコにしてやる。やめて、落ち着いてエレン。やっぱり何かおかしい。だからおかしいって何が。なんだ。巨人、あの時俺の大事なものを奪った。俺はお前らを一匹残らず駆逐してやる。ダメです、どうなってるんですか。俺たちは巨人の教室に迷い込んじまったんだ。ほら、何やってんだお前ら。ハンデさん、災難だったな。笑い事じゃないですよ。すまんすまん、あっちは巨人と、お前らの学び屋はこっちだ。おお、ようこそ進撃中学校へ。普通だ。注目、ただいまより第104期進撃中学校1年4組ホームルームを行う。私が運悪く貴様らの担任になったキース・シャーディスだ。貴様らを歓迎する気は毛頭ない。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜、家畜以下の存在だ。そんなクソの役にも立たん貴様らにまずは自己紹介をしてもらう。クリスタレンズです、よろしくね。ユーミルだ。てめえら、クリスタに手出したら殺すからな。ウォールマリア南省出身、アニレオンハート。ライナーブラウンだ、よろしくな。次、貴様は何者だ。はい、コニー・スプリンガー、ホールローゼ南区ダカゴ小学校出身です。敬礼が逆だコニー・スプリンガー。貴様の心臓は右にあるのか。次。はい、ベルトルト・フーバーです、よろしく。次、トーマスです。言ってやる、俺は言ってやるぞ。巨人なんかに屈しない、全力で駆逐してやるぞ。はい、シガンスラ省出身、エレン・イエーガーです。何のために中学校に来た。学校中、いや世界中の巨人を駆逐してやるためだ。おい、あいつ巨人倒すって。人間が巨人に勝てるわけないじゃん。なんだよこいつら、ノリ悪いな。エレン、そういう問題じゃん。ったく、おかしな奴が同じクラスにいるみてえだが、俺は巨人ども含めて厄介な連中とは関わりたくないね。お前、誰だったっけ。ジャン・キルシュタインだ。朝から一緒にいたろ。
エレンだったか。お前その様子だと小学校の時も周りからドン引きされてクラスで浮いてた口だろ。ああ、だったら何なんだよ。ちなみに俺はサッカー部で活躍してた上に勉強もできたから人望が並じゃなかったっていうか、去年なんか年賀状が12枚も来たからな。寒中見舞い含めてだけど。んだとてめえ、俺だってなんかその具体的な例はないけど毎日結構楽しかったんだぞ。ああ楽しかった。んでなんだよ。やめなさい。もう中学生なんだからクラスメートとは仲良くしないと。何？あ、すまない。とても綺麗な黒髪。エレン、爪襟が外れてる。やめろよ。俺はお前の弟や子供じゃねえぞ。ふざけんなよ、羨ましい。はあ？離せよ。そんなに強く引っ張ったら制服が破けちゃうだろうか。おい、貴様は何をやっている。貴様だ、貴様に言っている。何者なんだ貴様は。モルローデ南町出身、サシャ・ブラウスです。サシャ・ブラウス、貴様が右手に持っているものは何だ。おにぎりです。具は天然紅鮭、しっとりハラスであります。なぜだ、なぜ今おにぎりを食べ出した。朝スイカを食べ損なったので今食べるべきだと判断しました。いや、わからないな。なぜ貴様はおにぎりを食べた。それはなぜにおにぎりの具が牛焼肉ピリ辛マヨネーズではないのかという話でしょうか。いいな。半分どうぞ。半分。まもなく入学式が始まります。生徒の皆さんはお弁当を持って校庭に集合してください。繰り返します。お弁当を持って校庭に集合してください。お弁当整列。ただいまより第104回進撃中学校入学式を始める。はじめに校長先生の言葉。なんだこの揺れ。あれなんだ。あの壁は50メートルだぞ。やつだ、巨人だ。俺の大切なものを奪った。エレン、それは言っちゃダメ。行って。こいつらのやり方か。エレン、私のだし巻き母ちゃんの唐揚げ弁当。エレン、早く。あの時と同じ、人の大切なものを奪ってこんなことで屈服して黙るか。目標目の前、エレン、超大型巨人。それはチャンスだ。この一歩は俺たち中央にとっての大きな進撃になる。やっちまえ。取った。なってたのってチーハンのためってか。チーハン野郎。だから言っちゃダメって言ったのに。俺のチーハン。
シーハン野郎が。反撃の時は来た、乗り越えろその壁、ドライのよもう希望を飛ばせ、当然の力こそ自由の寒いの嫌い。寒さゆえに投降を拒むアルミンを連れ出そうと彼の家に向かうエレンたち。彼らはそこで人類最強の男に出会う。